机で将棋やっていきます。ちょっとここのシリーズが見た感じすごいね、個人的に気になるものがいっぱいあるんで、前回のテニスに続きやっていきたいなと思います。 3×4 マスっていうのをやってみたいんだよね。練習か、違うな、あ、女の子がいた。チャレンジ、詰将棋的な、相手に勝て、やった。20秒以内か、びっくりした、20秒以内かと思った。金取るしかなくないか。うん、取られるでしょ。金ここか、あ、下がっちゃうのか。そうすると一応納得。おお、大変よくできました。もう1個ぐらいやりましょうか。相手に勝て、歩兵で戦え。こんなんもここに行くしかないじゃん。これで勝ち？あ、置けないの？そしたらどうしようかな。あ、これでいいんだ。なるほどね。ちょっとルールが違うのか。じゃあ遠征行ってみましょうか。アバターを登録して、アバター？消しゴムかかる。まだアバターがそんなにないってことだね。よしおくん、テクニックで翻弄。ガンガン攻めよう。オッケー。どうもよしおです。いけ。これテニスでもあったんだよな。みんな神だから怖すぎる。あ、置けない位置ちゃんと出てるのね。どうするこれ。ちょっとわかんないな。ごめんなさい、将棋よくわかってないんでね。駒の動かし方はわかるけど、膠着したよね。これだってなったとしても結局、いや、行っちゃえ、行ってみようぜ。取られんでしょ。ただあ、ダメか。これ負けじゃね。負けたね。負けた。どうすりゃいいんだろうこれ。王が一人になってもいけないってことか。はーい。難しいな。一勝はしたい。あ、普通の将棋もできるみたいですよ。これさ、あのテニスと同じだと負け数っていうのがあんまり関係なくて、これランダムかな。じゃあ、歩兵出たらアウトでしょ。
勝った、やった。負け数って関係ないんですよね。これ勝手に自分のデータが、これ戦ってる相手が多分ね、プレイヤーじゃないんだよね。そのキャラクターの、なんて言えばいい？コンピューターだよね、要は。自分のアバターを使ったコンピューターと戦ってるだけだから、負け数勝手に増えていくんですよね。テニスも俺、やってないうちになんか、0勝3敗みたいな感じになってたから。うえー、なんだこれ、すごすぎるでしょ。めっちゃやっとるわな。これどうすんの？飛車交換してみる。はいよ。取られた。はい。王手をかけ続けていくしかない。どうしようかな。やれることありますか。じゃあ銀交換するしかないか。はい、下がるでしょ。やったー、勝ったぜー。なんかフィーリングでいくしかない感じか。あと何戦できましたっけ。2戦か。あと2戦できるぞ。これ勝つと何もらえるの？アバターもらえるのかな？テニスとかだとラケットもらえるんだけど、明るい中年ユウさん。これどうすんだっけ？王手かけて、ああびっくりした。俺先手かと思った。あ、つら。これダメなやつらじゃない？やっちゃった感じじゃない？負けてたんじゃない今もしかして。なっても別にあんまり関係ないんだよな。ダメだ、やることないな。やっちゃいましたね。やれることないぞ。ダメだ、負けた。どうすればよかったんだろう。はい、難しいね。じゃあラスト1試合やって終わりにしましょう。あ、報酬見ればよかった。今度俺どこになってるの。兵庫県になってるのか。サッカー部89勝89。すごい。あ、アバター王将じゃん、いいじゃん。餃子かな。これどうするんでしたっけ。はい、え、これどうすんの。銀そこに置かれたら強えじゃん。あ、そうすればよかったってこと。これ圧倒的もう負けてね。だってこれやるしかないっしょ。で飛車が前に出て終わりじゃん。
これだってどうしようもなかったでしょうよ。嘘でしょ。あそこ銀前に置かれたら終わりじゃね。なんかあったかな、やれること。はい、アバターもらえ、なるほどね、王将かっこよくなってくんだ。これ1万とかできんのかな。というわけでこんな感じでした。これは一応単発で思っているので、ま、わお、ちょっと気になる感じだったけど今の。ご視聴いただきましてありがとうございました。多分他のシリーズもやると思います。ではさよなら。